今回につきましてはですね、福島第一原子力発電所の事故、災害に伴います、そこで実際に今、復旧活動に従事されている、主にはやはり現場の、作業者の放射線被曝の問題、それに関連するようなさまざまな労働基準、あるいは労働衛生についての問題について、取り上げさせていただいて、話し合いをしたいということで。福島第一原発におきましては、放射線、特に放射線管理、被曝管理というところで、いろいろ問題を起きているという認識はしておりまして、厚生労働省としてもですね、きちんとやらせるべきことはやらせるということを当然にやっていきたいというように考えております。で現在は適宜ですね、福島労働局というのがございますので、それとその管下の監督署ですね、そういったところが基本的には調査をしたり、立ち入りをしたりということをやっているというところです。労働条件の明示などとですね、異なるというようないわゆるこの不明確な就労というのも、これも、あってはならないというふうに考えておりますので、今説明ありました福島労働局の方で、対応が、なされて、もし違反等あればですね、それはきちんと指導するというような形に、なると思います。原発労働者についてはやっぱりその経験を積んでいる人ほど働けなくなってしまうという、本当にこの原子力災害で放射線を浴びた人ほどですね、経験者は働けないということになってしまいますので、やっぱ深刻だと思っています。本当にこのしっかり熟練労働者がちゃんと作業の現場で働けるようにしていくことが、本当に何よりも必要だと思いますし、原子力災害を収束させるためにも、もちろんその働く人たちの労働者の人たちの、本当に人権安全のためにもですね、これは何よりもやっぱり安全確保をしていかなきゃいけない、そのための、仕事をするのがやっぱり厚生労働省の仕事だと思いますので、ぜひ厚生労働省としてこの件で、他の省庁よりもですね、やっぱりしっかり発言していただきたいと、しっかり頑張っていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。本庁にも下請け体制になっててですね、一体その管理手帳を一体どこが、おそらく管理手帳もなしに、ボンと掘り込まれたんだろうと思うんですけどね、ちょっと今そこを調査してまして、しかしそんなことが許されるとはちょっと思えないんで、どこかがやっぱり放射線量を一応測定したそのデータを持ってですね、ただ労働者に対してはその常時今後も原発で働く労働者という形じゃなくて、あくまで使い捨て、もうその場限りのですね、対応でやろうとしてたんじゃなかろうかとも思えるんですが、分かったと思うけど、収束させるためには収束してもらう人がおらんとできないでしょ。だから川内さんが言うとるように、長いこと考えると働いとる人間を大切に買ったらこれは収束せんわけですよ。その辺はもう全く私も同意になりまして、やっぱり厚生労働省が中心で事態が進んでないなと、規制当局はそれほど重視されてないというかね、そこで厚生労働省の苦労もあるんだろうなという気はしますね。ただそれでもそれが彼らの仕事だから、しっかりやってもらわないと労働者の命を守れないということになってくると思いますね。まずは今の状態に被曝をできるだけ少なくするための、ね、対策をどう規制当局はリードして取っていけるかということがまず大事です。それと記録と健康管理、もう浴びてしまったものに対する健康管理と記録の保存を、国がちゃんと責任を持って対策するようにしてもらうということやろう。今回の原子力災害、震災も含めてですけれども、この被害に遭われる、これから被害が起こってくると思われているところの問題点というのは、やっぱり薬害エイズの時に、やっぱりずっとこの
社会構造としてやっぱ引き起こされてきた政治家と官僚と企業の癒着、まあ、さらに学者の癒着構造というものがやっぱ引き起こし、まあ、それをずっと先延ばししたことによってやっぱり問題がやっぱ拡大していったと、被害が拡大していったというところがあって、でさらにそれが水俣病の問題、まあ、公害問題も同じところの構造がありますし、それからアスベストの問題で言えばやっぱり長期的にやっぱりずっとこの被害が埋もれてしまうと、やっぱりずっとこの定量で被爆した、まあ、暴露したものっていうのが後になってやっぱりこう健康被害が出てくるっていうものに対しては、結局泣き寝入りを被害者はしなければいけない、本当にその自分でその原因を立証するっていうことがまあ難しいということが、今回のこの放射性物質による原子力災害による被害っていうのは同じ共通点があるというふうに考えています。でそういった意味でずっとこの国のやっぱりやってきたことや企業がやっぱりやってきたことっていうのが一貫してやっぱり命を切り捨てて経済効率、経済性優先ということでやられてきた結果がやっぱり様々なやっぱ被害を生み出してきたというところから、やっぱり共通する薬害エイズと水俣病、アスベスト、さらにはこの原子力災害というところの問題をやっぱり解決していくためには、この今の社会構造そのものをやっぱ変えていかなければいけないというところに立っています。でそのためにはやっぱりこのそういった社会構造そのものを、やっぱりこの考え方を経済性とか効率優先からやっぱり命っていうものを最優先する社会に変えていかなければいけないと、そういう社会を実現しなければいけないと思っています。そういった社会をするために、まあ、ぜひこれからいろんな人たちと力を合わせて提言をしっかり出して、まあ、実行していきたいなというふうに思っています。